あこんにちは、あのでですまあ今日はねスケジュールの話スケジュールって予定を書くと思ってるんですけど僕は違うんですよね丸々を書いてますその○○の秘密をね今日あの皆さんにぜひお伝えしようかなと思ってるんですけど僕ねかあんまり人生うまくいかなくてですね結構昔なんて言うんだろうなあのテストの前とかに夜夕方5時から6時まで算数7時から8時まで国語。 その後社会。夜12時まで勉強みたいなことをずーっとスケジュールを立てて、特にテストの1ヶ月ぐらい前になったら懸命に予定を立てたんですね。でも予定が立ててその通り勉強したんですけど、全然受からなかったんですよね。あの成績伸びなくて、それでね。大人になってから気がついたんですよね。40ぐらいになってからかな。急になんかわかんあのスケジュール表に会社。 名だけ書いてある僕はフジテレビとか日本テレビとかで書いてあるわけでなんだかの会議みたいなとか書いてたんですけどなんかやっぱり自分的に盛り上がらないんですよねそれでどうしたらもっと仕事が盛り上がるかなって考えたらそこに目的を書くようになったんですよね今日はプロデューサーのまるまるさんを驚かせる企画を出すって書いて書いおくとあ、この会議の目的は 何々屋さんんをどうすることなんだってちゃんと会議の目的を書くようにしたんですね例えば今,、ね、今日のこの収録だってなんか,か、ね、CCC さんで「収録!」って書くこともできると思うんですけどそうじゃないんですね。やっぱり面白い話をそれで僕今、ね、あ,のある場所から5分間ぐらい歩いてきたんですけど5分ぐらいでそのメモを見ながら「ああこういうパターンもあるかああいうパターンもあるか」とかで考えながら行って。 まあ最後、一ひねりして、やっぱり来るんですけど。やっぱりそれをね、目的を書かずに行くと、えー、っと、何しに来たんだっけみたいなのが始まるじゃない。だから、今日は話をしに来たんだっていう目的を持ってくるわけですよ。だから、あの、何て言うんだろうな、会社の会議も一緒で、よくあるんですよ。定例会議って書いてる人いて、全然、だから定例会議、とりあえずやってきゃいいか、みたいな。だから野球選手も一緒だと思うんですよね。今日、巨人戦って書いてあっただけだと、 それってあんまりの、まあ巨人戦一応やってきましたって話になるじゃない。いや、今日は、日本はホームラン打つって書いておくと、やっぱり違うと思うんですよ、その人のモチベーション。ちょっと今日は素振りを変えてみようとか、やっぱり練習中に、あの、なんて言うんだろう、客席にホームランボール打ってみようとか、ちょっとピッチャーにストレートの球投げてもらおうとか、練習中にね。ああ、悪いんだけど、じゃあ今日ホームラン出ると思うんだよね、日本出したいんだよね。 そのためにさあ、まるまるさんと同じような球を投げてくんない、今練習するからって言われると。やっぱちょっと気合が変わってくると思うんですよ。食事もそうなんですよね。誰々のために作るって書いておくと、ちょっとおいしくなるじゃないですか、料理が。だけど、とりあえず夕飯作るって書いておくと。あ夕飯ねっていう感じになっちゃって。まあ、夕飯ねっていう感じがするじゃないですか。でも、愛する誰々のために、今日は。わかんないけど、ペペロンチーノ作りますって書いといたら。よし、気合がもう違うよで、ね、帰ってから。 よし今日は何ののために頑張ってこの料理を作るぞそうすると多分味が2割ぐらいは上がるし本人のトークもちょっと変わると思うんですよね。会議も一緒で「今日は僕の何だかという企画を何が何でも通すんだ」とか「この予算を1,000万だった予算を1,200万に上げるために説得をするんだ」っていう話とかねそういうことを書いておくことがすごく大事だと思うんですそうすると なんか僕は iPhone で管理してるんですけどあの、ね、その日の朝見たときに「お今日はこれとこれとこれがある」「この会議ではこういうこと決めなきゃこういうことやろう」みたいなことをねちゃんと提案しながらすごい気合を入れてやるとやっぱりその人成長するんですよねだから僕があの昔小学校とか中学校の時に成績伸びなかったのは算数を勉強すするっていうスケジュールしかか入っってなかったんですよ例えばそこで「微分積分を理解する」って書いといたら。 もっととと今頃東京大学とか出てたと思うんですハーバードとかケンブリッジとかだからそこが英語の勉強するしか書いいてないそうじゃなくて単語を100個覚えきるって書いといて100個覚えるまで終わらなかったらなんて言うんだろう例えば1時間の予定だったやつであのなんて言うんだろうな僕なんか英単語を100個書くって書いた100個書いて終わっちゃったと思うんですよ昔の僕の勉強の仕方は。だけど完全に覚えるって書いといたら やっっぱりそのの勉強の仕方違ったと思うんですよね今頃もっと流暢に英語もしゃべれただろうしなんか単語もっといっぱい知ってただろうしだからそういうふうに切り替えたんですよね目的を変えるこれは何の目的にしてこの会議に出るんだっけこの、えー、っと打ち合わせの理由は何だっけそうこの会議のことについて細かくメモ、まあ、細かくっていっても5行ぐらいですけどせいぜいあ何々さんに 今日はななんかあるじゃない会議中に今日はちょっと部長の機嫌悪かったからなんかちょっと俺もちょっと言われちゃったし次回の会議はまずは部長の機嫌を取るとか何でもいいと思うんですよね。すると部長何が好きなんだっけあゴルフが好きかあなんだかっていう選手頑張りましたねみたいなことを一言言っとこうみたいなそれでつかめたりするじゃないですか空気「お君ゴルフ見んの?」とかで「いや本当スポーツニュース見ただけですけどねきっと部長も見たんだろうなと思って」みたいな。 いや俺は全部見たよ朝早くからとかって言われるれだけでちょっとつかめたりするじゃないですかそうすると一個クリアなんですよその次は A っていうプロジェクトの企画をみんなが笑えるように話すとか予算を1000万の予算を何が何でもいただくそれでプロジェクトリーダーにしてもらうみたいなもうなんかこれ野呂君しかいないから野呂君やっといてよって最後言われるみたいにするとやりたいわけじゃないですか自分のやりたいことだから それなのに、企画はいいから、野中くん、ののんこの企画いいね。じゃあ、プロジェクトリーダーは山田くんって言われた瞬間に、俺がっくり来るじゃないですか、その瞬間に。おい俺の企画なのになんでプロジェクトリーダーは山田なんだみたいな。それってすごくね、心の中で僕嫌な感じになるんで、そうじゃなくて、プロジェクトリーダーも任せられるようにしようとかって書いとけば、会議前とかにリマインダーが来ると、それを見ながら、僕概要欄にいろんなこと書いてるんですけど、概要欄を見て、そうしようって決めると、結構、1時間会議忘れずに、 盛り上げて結、結論をね、自分の思った通りに見出せるようになると思うんですよ。だからきっと、野球選手とかも、うん、今日は9回裏まで頑張るぞか、っていう感じではないと思うんですよ。きっとプロの選手とか、大谷選手とかが、よし、今日は9回裏まで頑張るぞさあじ、じゃあちょっとマウンド行ってくるわみたいな話じゃなくて、 今日は何が何でもなんかわかんないけど、誰々っていうバッターからはストライクを取るし、三振も取るし、ホームランは打たせないぞあいつには。とかいろんなこと考えてると思うんです、まあ、そこに目標がある。だからそれって、きっとプロがやってることを皆さんもスケジュールにほんの2行から5行ぐらい、ちょっと書くだけで全然違うと思うんですよ。それって別に仕事に限らず、僕実はあの最近ゴルフやってるんですけど、 なんか今日のスイングでここをクリアしようって必ずゴルフのレッスンの前に書いておく3つぐらい。そうしたらそれを言った時に忘れずに見て、ああ、そっか、今日は腰の,あのなんか背骨をまっすぐにしよう。これとこれとこれを3つできるようにしようっていう目標を立てて、それをできるようにすると、ちょっとできた感がするんですよね。ああ、わかんないけど、ゴルフ場で練習しますって書いて、練習って書いておくと、何しに来たんだっけみたいな話になっちゃうから、やっぱそうやって僕が子供の頃に算数って書いてあったのと同じだから、 結局算数の問題は解いてみたけど身につかなかったとか英単語を100回書いたけど身につかなかったとか漢字を10回書いたけど身につかなかったっていうのは同じでなんか回数を重ねればいいっていうわけじゃなくて目的を決めて物事を進めるそのためにはスケジュールが僕はスケジュールがやっぱりもう命でこのスケジュールが何億円っていう価値を持ってると思うので。 皆さんも、いやいや、別にあれだよ、金箔が貼ってあるとか、ダイヤモンドでできてるか、そういうことじゃない。iPhone に入ってる、本当、Google さんが作っていたり、Apple さんが作ってる、無料のカレンダー使ってるんですけど、そこにちゃんと意味を持たして、これが僕は何億円の価値を持ってると思ってますんで、そこをね、皆さんもぜひ参考にしていただいて、まあ、詳しくは本にも書いてあるんで、ぜひともね、読んでいただけると幸いかなと思います。で、今の話、明日からね、ちょっとやってみようとか、ああ、私のスケジュールに、 ちょっとね、なんかそういうこと書いてみようと思う人はぜひともね、いいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。どうもありがとうございました。ノろでございます。あの新しく発売になりました。この本なんですけど。まあ、ちゃんとね、僕の左側か右側に写ってると思うんですけどね。あの、僕ろくでなしで。仕事がどん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 先延ばして失敗ばっかりしてたんですね。それがある日を境にうまくいくようになった。そのテクニックをね。あの、存分に書いてます。 それはどうやったら先延ばしをやめて全部できるようになるかいろんなタスクの管理をする方法マルチタスクをする方法ねっあの日技が山うに載ってますんでねこれさえあれば誰でもうまくいきます是非ともこのスケジュールスケジュールだけじゃなくてスケジュールは目的を書きましょうよろしくお願いしますお近くの津佐屋本屋さんでお待ちしてます